高校から広島に入ってきました。ドラフト6位なんですが、この若手が非常に評価が高いんです。ルーキーが高いんです。1球目ストライクを取りました。キャンプでね、本当にこの故障なくついてきて、はい、でまあ高校生でしょ。そうなんですよ。それでね、達川監督が今日のゲームで、クリーンナップに対戦させるという。なるほど。普通ルーキーでしたら、はい、まあ、下位打線かなんかでやっぱり、ね、ゼロに抑えて、はい、抑える場所を選びますよね、うん、そうでしょう。それあえてクリーンナップに対戦させるっていうことですから、期待度っていうのはかなりのもんなんですよね。変化球、スライダー、はい、カーブ、フォークボールもいい、はい、ストレートも140キロ超えるんだそうですね。ストレートが140超えますね。いきなり清原です。さあ清原に対して2ストライク1ボール。あー惜しい。137キロのストレート。トマベシテスト、鉄にしと、本当に力強い名前です。お父さんが鉄のように強い人間になって自分の人生を切り開けと名付けました。さあどうやってこのプロ野球自分自身で切り開いていくか。詰まった。キャッチャーの玉野がちょっとボールを見失いましたが、バックネットに当たっています。2エンド2。追い込んでインサイドに重きで投げましたね。トマベチはこの巨人の打線の中、特に高橋由伸をなんとか打ち取りたいという、非常にこの気の強いところを持っている。三振。いやー見事な投球ですね。ガッツポーズ出しましたね。なかなかあのマウンド度胸って言いますかね、はい、とてもルーキーとは思いません、はい。山下さん、はい、実はトマベチ投手のお母さんがですね、今日スタンドに見に来てるそうで、はい、昨日トマベチ選手がお母さんにですね、どうなるかわかんないけどとにかく全力で投げてくるよと、そう電話もしたそうですよ。今フォークボールじゃありませんか。決め球がスッと押してきました。さあそしてトマベチ、今度は高橋由伸です。どうしても当たってみたいというこの高橋由伸に対します。今のフォークボールですね、初球ですね、はい。ファウルボール。広島カープはあの左の川内、それからトマベチ、この2人がルーキー期待されるんですが、いわゆる実戦として早く出てきそうなのはこのトマベチの方の、ね、今の段階ではね、状態すごくいいですね、ボールカウントワンストライクワンボール。変化球ワンツー、あの変化球は大体低め低めに来るんですよね。スライダーがですね、あとあのキレのいいスライダー投げるんですね、はい。打った、ライトへ、距離十分、ファール。ちょっとヒヤッとしたか、トマベチ。うまく捉えてますね、高橋、さすがです。さあこの高橋由伸に対してトマベチ、カウント2ストライク2ボールです。勝てるかどうか。清原に対してはスイングアウトの三振。2エンド2。変化球、バット折れたような打球ですが、ライト前、ライトフライ。ライトの浅井が取りました。清原、そして高橋に対して山本さんどうでしょう、これは。これフォークボールなんですね。ちょっと高め行きましたね。しかし打ち取りましたよ、ね、高橋由伸を。結果的にこうなってますからね、うん、やはり何か思ってますよね。あ、なかなかね、そのこの打線、清原の打線ね、それは緊張しますよ、はい、それをツアー取ったわけ、2人打ち取ったわけですからね、なんか本当に強心臓のルーキーと肝っ玉ルーキーという感じがあります。そして江藤、インサイド行きました。しかしね、今の投球見てもおそらく思い切って攻めてこいというところ、
なかなか度胸はあります。清原、高橋由伸を打ち取りました。さあ今度は江藤です。おう、ノートゥとにかくあの日南キャンプを訪れた評論家の皆さんがみんなあの絶賛するんですよね。ただね、今やはりスライダー主体のピッチングしてるんですよね、はい、ですからもっとストレートを使ってもいいと思うんですよ。あーはー、さあそのあたり田村のリードはどうでしょうか。あーっと歩かせました。これ137キロと今出ましたね、山本さん、若いピッチャーはセットポジションで崩れるということを言われますよね、そういうことあります。このトマベチもそのあたりがどれぐらい完成度があるか。セットポジションでもね、ちゃんとクイックで投げますしね、はい、一応その完成というか、まあ、出来上がってる、全体的にまとまってることはまとまってますね。ツーアウトランナーは一塁です。ワンボール。ストライクを取りました。ワンストライクワンボール。まだ18歳ルーキーのトマベチ。牽制もなかなか落ち着いてます ね。そうですね、変化球、これでは外れてワンツー。ファール、これで2ストライク2ボールとなりました。で2ストライクを取った後に山本さん、やはりフォークボールを持ってますよね、この今もフォークボール、今のスライダーなんですけどね、はい、その前もこの斉藤に対してフォークボールを投げてますしね、少しそのスライダーが多いかなっていう感じは受けますね、